皆さん、こんにちは。沖縄が返還された1972年、フィンガーファイブとして再デビューした5人。グループ名はアメリカで大ヒットを飛ばしていたジャクソン5を意識したもの。1973年、個人授業が大ヒットを記録、一躍トップスターの仲間入りを果たしました。アキラさんのトレードマークである大きなサングラスも大流行。ハイトーンボイスのパワフルな歌い方、息の合ったダンスなど、画期的な音楽スタイルで日本中を魅了しました。12歳のアキラさんは日本一忙しい小学生になりました。布団で寝られるのは3時間くらい。学校は 1,2 限目で早退。過労で倒れて何回も救急車で運ばれた。体重が30キロ台で、あばらが見えてるし、お医者さんに、このままじゃ死ぬよ、と言われて、ご飯を食べる暇も気力もない。テレビやラジオに出て、夜中の12時からレコーディング、夜8時以降、働いちゃいけないんだけどね。アキラさんの体を心配して、マネージャーに向かって、語気を荒げた医者もいたそうですが、状況は全く改善されませんでした。大人は汚いよ。倒れて点滴を打たれているのに、マネージャーは、アキラ、点滴をしたからもう大丈夫。すごいだろう。元気になるからね。さあ、仕事に行こう、って、倒れているのに連れて行くんだよ。もう本当に死にそうだった。74年の紅白歌合戦では確実視された初出場が消えました。国会で児童福祉法違反だと問題になって、当時は休めるから内心喜んだけど、今思えば歌手として一回は紅白に出たかったという部分もある。一方で役得もありました。女性アイドルの楽屋に平気で入れた。体が小さくて小6でも3年生くらいにしか見えなくてね。でも頭の中は20歳くらいだから、わら、超マセガキでね。怒られもしたけど、山口百恵さん、桜田淳子さんにはよくしてもらいました。子供ながら VIP 扱いされる境遇に戸惑いつつ、受け入れもしました。中1の誕生日プレゼントがミンクのコートやダイヤの指輪。香水ですよ。僕は仮面ライダーカードが欲しいと言っても、周りの大人はどこで買えるかわからない。ダイヤの指輪はプールでなくした。一方で大人に合わせようとする自分もいて一生懸命働いた。当時のマネージャーと十数年後に会った時、真っ黒な手帳を見せられて、お前たちが命削りながら働いた血と汗でお金もらってごめんね、アキラが倒れるたびに申し訳ないと思ってた、と涙ながらに語られました。中学2年で変声期に、一番辛かったね。どんどん声がかすれていく。変声期を遅らせるために女性ホルモンを打たれそうになったけど、僕は絶対に嫌だって断った。心機一転、75年にグループで渡米。人気絶頂の時にアメリカに渡ったことは世間を驚かせましたが、アキラさんはこれを、逃げた、と明かしていました。逃げたのよ。体が持たなかったから、何回も過労で倒れて救急車で運ばれているしね。あのまま日本にいたら、僕は確実に死んでいたと思う。もう命の極限で、あと一歩で死にそうだった。小学生が過労で死にたくないよね。アメリカに半年いて帰ってきたら、フィンガーファイブは全くいない存在になっていた。新しい人たちがどんどん出てきて、これが現実だなと受け止めた。やりたかった大人の音楽も世間には伝わりませんでした。ファンクやモータウン系のソウルをやったけど、時代が早すぎちゃった。19歳で芸能界から離れました。長男の和夫が不動産業、次男の光雄が美容師、三男の正雄がスナック経営と人生を決めたけど、僕と妹は歌しか知らないから困ってね。人生ゼロからのスタートで就職したのが電気店。飛び込みの営業マンです。アポなしで知らない家の玄関を叩いても開けてくれない。見かねた沖縄出身の店長に助言されて、当時発売された8トラックのカラオケを持参して、玄関の前でヘイ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 って学園天国を歌うんですよ。そしたら、こんなことやってるのか
と泣かれて、テレビとか買ってくれて、知り合いも紹介してくれて、売り上げトップですよ。最後の最後、これができなかったら死ぬだけと思っていたから、輸入住宅のセールスマンを最後に2002年から音楽活動を本格的に再開。ネクタイ締めて仕事しながら CM 曲を歌うという二足のわらじを履いていたけど、芸能一本にした。焼き鳥店、蕎麦店、キャバクラ、ホストクラブ、歌える場所があればどこでも歌った。ソロライブも続け、10年にはフォーリーブスのエギトシオ、愛崎真也、カリュードの高道と4人組ユニットテイスト4 T4 を結成しました。コロナ禍で1年半ほど有観客ライブから遠ざかりましたが、3人の兄、主婦になった妹の中で唯一音楽活動を続けています。60歳になっても体調は変わらない。ボクシングや登山など体を使うのが好きで、音楽が大好きだからね。少年時代から歌への思いも変わりません。しかし、62歳を迎えた去年夏頃、玉本明さんを恐ろしい病魔が蝕んでいました。最初に違和感を覚えたのは昨年末、2022年だった。右足の膝を曲げる時に何か挟まっているような感覚があったんだよ。触ってみると左足に比べて少し関節が硬くなっている気がした。ただ痛くはないから、もちろん病院に行こうなんて思わなかった。コブのようなものが珍しい位置にできただけだろうと考えた明さん。特に気にも留めず、2、3日で違和感も消えるだろうと考えていたそうです。ところが日に日に関節の違和感は増していき、翌年夏、ついに明さんは自力で立てなくなってしまいました。一人暮らしの明さんはそこで初めて救急車を呼びました。そこで宣告されたのは進行性骨化性繊維異形成症 FOP という難病指定されている病気。進行性骨化性繊維異形成症 FOP とは、全身の筋肉や筋肉を包む膜、腱や靭帯などが徐々に硬くなり骨に変わる病気を指します。主な症状である異所性骨化、本来骨ができない場所に骨ができることによって筋肉や靭帯が硬くなると、手足の関節が動かしにくくなり歩行障害などが現れます。発症しても軽症な患者さんの中には、健常者とほぼ同じような生活を送ることができる方もいます。一方、重症化する患者さんの中には、骨化により歩行が困難になり車椅子で生活しなければならない方や寝たきりになる方もいます。明さんの場合は奇跡的に進行が遅く、治療とリハビリによって自分の足で立つことができるまでは回復しました。しかし、また体のどこが骨化してもおかしくない状況なのだそうで、位置によっては当然日常生活に支障をきたすことになります。では一体この病気何が原因なのでしょうか。進行性骨化性繊維異形成症 FOP は、遺伝子の一部に異変が起きることによって発症することが分かっていますが、明さんの場合それが活動全盛期に打たれた女性ホルモンの可能性があるといいます。そんな大昔の注射が今になってって感じだよね。でも可能性はあるってこと、マネジャーがうまいこと言うんだよね。アキラ、良い歌を歌いたいだろう。今声の調子が悪いけど、この注射を打つと結構良い歌が歌えるんだ、なんて言うんだよ。大人って汚いから、笑。女性ホルモンを打つから喉チンコが出なくなる。毛が生えなくなる。男の大事なところが小さくなる。乳首が出て女っぽくなっちゃう。気分は最悪だったよ。この女性ホルモン注射が決定打となり、明さんは心身を崩し、芸能界を引退。引退してもしばらくは自分が置かれている状況を受け入れられず、精神的に疲れ果ててノイローゼ状態に、自殺を考えるほどにまでなっていたそう。周囲の人に助けられ、なんとか危機を脱したわけでしたが、明さんの戦いはまだ終わっていなかったようです。病気について明さんはこのように語ります。体が動かなくなることももちろん怖いんだけど、
一番怖いのは耳が聞こえなくなったり声が出なくなること。僕は車椅子になったとしてもステージに立てればそれでいいんだ。歌だけは取り上げないでほしい。現在どのような時に国家が起こりどのような時に国家が起こらないかは分かっていません。アキラさんの病状が悪化しないことを祈っています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。